なんかマグネットネイルっていうキラキラオプションつけてもらったんですけど、いやー、なんていう色なんだろう、これは難しい。このマグネットネイルの色に合わせてこれにしました。そう、光によってピンクっぽく見えたりキラキラーってなったりします。雪みたいな感じ、くすんでる感じ。あー、アイボリーと言われればアイボリーか。そんな感じでーす。で、まつげもじゃーん、見ての通り上がってます。ただ今日は目が腫れています。なんでかっていうと6時半に寝たから。目が腫れてアイラインっていうのがうまく引けなくて、ちょっと微妙なメイクで今日はあんまなんですけれども、まあそういう日もあるよね。サッカーで泣いてはないです。いや、サッカーすごかったですね。にわかが今から語りますけれども、昨日はね、そう、結局なんか寝ちゃうかなと思ったんですけど、明日の雫を覚えてたら、あの全然頭に入んなくて、明日の雫が。で、一曲覚えるごとに麻雀やってたらね、一曲よし覚えた、ちょっと休憩しようって言って麻雀やって、でみたいな、マジでそんな感じでやってたら、もう気がついたら4時みたいな。で、4時になってもあと5曲ぐらいは覚えれてなくてみたいな。で、前半のうちに覚えたの、マッハで。サッカー見ながら雫覚えて、で後半はちゃんとしっかり集中して見れたんですけど、そう、ちょっとでも今日も確認しないと、明日なんで。全部覚えてなかったの。あー、なんかうっすら覚えてるなーみたいな感じですけど、全然覚えてないです、もう本当に。明日の夜公演行きます、頑張る。そうですね、今日はまあ眠くなるかなと思ったんですけど、まあ、眠かったんですけど、すごくサッカーが感動しまして、泣いてないですけど、すごく感動しました。もうハラハラドキドキって感じ、ずっと。終わった後はもう本当にホッとしましたね。本当にホッとしました。いやー、すごかったね。いやー、なんか日本が一つになったって感じする。あのアベマで見たんですけど、本田さんの解説がなんかめっちゃすごくて
すごいよね。やっぱりサッカー選手っていうか一般のにわかの私とかと見てる目線が違うっていうか、やっぱりいろんな世界で戦ってきた人だから、あの詳しいし、もちろんそうなんだけど詳しいし、めちゃおもろい。そう、しかも関西弁だからさ、より親近感って感じしてね、面白かった。大丈夫？途切れた今。あ、一瞬。あ、そう、だからね、本田さんの解説好きです、面白くて。そう、日本戦以外の試合は見てる。いやー、見てるうちに入らないと思うんですけど、それこそダイジェストって感じかな、日本以外は。昨日の日本はもう本当にちゃんと見たんですけど、他はね、そんな。ダイジェストかな、やっぱり。めっちゃ良かったな。9番の人、名前なんて言うんだっけ、の誰だっけ、この前の失礼ありがとうのイベントに仕事で行けなかった代わりのチェキ届いてありがとう。あ、届いてよかったです。もう届いたんですね。三笘さんだ。そう、あの人のディフェンスと、あの線超えるか超えないか問題あったじゃん、サッカーボールが。あれすごいよね、マジで。すごすぎて。あとシュート決めた方、堂安さん、あんなボールって早く動くんだっていう。すごかった、感動。でも一番は本田さんの解説が一番面白かった。何回笑ったかな、本田さんの解説で。おもろくて。堂安選手、ガンバ大阪出身やで。へえ、詳しいね皆さん。
でもこれを機にねサッカーにハマりそう。奈々ちゃんと七瀬とずっとね LINE して LINE しながらサッカーを見てたんですけど、めちゃめちゃサッカー今度見に行きたいねって言ってました。一緒に見に行きたい。あとキーパーの人が終盤らへんにめっちゃこうボールを抱きかかえててなんかすごいなって思った。でゴールキーパーの人は本当に心臓バクバクだと思うんで、もうなんかこっちまでももうこっちまでねドキドキしちゃう。頑張れーってなっちゃうよねー時間稼ぎ。いやでも動けないと思います。私もあの立場だったらこう、あーボール受け止めたって、もうこのバクバクがやばくて立ち上がれなそう私だったら。すごいよね。生まれ変わったらスポーツ選手になりたいかも。私スポーツ球技苦手っていうかボール恐怖症なんで、あの今は無理なんですけど生まれ変わったらスポーツ選手。今はそうですよ、無理です、さすがに。でも生まれ変わったら性別を変えて男の人って生まれて、でスポーツする。今とマジで別の人生を歩んでみたいけど、もし生まれ変わっても女の人だったらまた AKB 入るかな。生まれ変わっても白いのって白いですよ。私は未だに同期のメンバーとかエイトのメンバーとか白って、もう8年半ぐらい一緒に活動してるのに未だに白ってびっくりされるんですよね。ってことは今まで日焼けはしてないってことだから、多分日焼けしないんじゃないかな、生まれ変わっても。そもそもまた人間に生まれられるのか、それはそう。でもなんか人の中でさ、この人絶対人生何回もやってそうっていう人いない？なんか私は人生今まだ1回目か2回目ぐらいかなと思うんですけど、すごいなんかあれこの人なんか何回人なんか何回目の人なんやろって人いません？わかるかねっていう方。すごい生きるのに慣れてるっていうか、貫禄があるっていうか、もう世の中の出来事をめちゃくちゃ把握してるとかだと、なんか何回も人生やってんのかなって思う。
3度目の人生みたいな。伝わった。犬とかでももっと人間やないと思うことある。確かにそうよね。ワンちゃんとかも前世何だったんだろうって思うよね。で、そう、あのサッカー見て感動して。あの浮かれた気持ちで寝まして、で起きて、今日はね、あのゆずちゃんと吉橋ゆずかちゃんと、あの東京都美術館ってところに行って、あの岡本太郎展が今やってるんですよ。結構街中でいろいろ宣伝されてるんですけど、その岡本太郎展予約して行ったんですね。もうずっと楽しみにしてて、もう3回ぐらい、じゃあこの日にしよう、この日にしようって何回もスケジュール変更してみたいな。で行けるって時に、1回目の時は、1回目に約束してた時はその日が美術館がお休みだったので、その次はどっちかがお仕事入っちゃって無理になって、でもう一回は予約するねってなったけど、その日の予約が全部埋まってて無理で、で今回やっと行けたのね。そう、この前土日で行こうとしたらもう全部罰で、うわめちゃくちゃ人気なんやと思って、で今日金曜日平日に予約して行きました。もう結構予約制だから、まあ、そんなに、まああれ、そんなに混んでないかなと思ってたわけ、空いてるかなと思ってたけど、結構やっぱり人気で、あの、まあ、ゆっくり作品は見てたんですけど、やっぱ人気だったなと思いましたね。さすが。てか東京都美術館ってとこ初めて行ったんですけど、めっちゃ綺麗なとこですね。グッズは売ってなかった気がする。なんか本みたいなは売ってたけど、あんまグッズというグッズは見つけられなかった。でもマジであのすごい、なんか岡本太郎記念館っていうところ、岡本太郎さんのアトリエには何回も、まあ、取材でも行かせていただいたこともあるし、プライベートでもマジで何回も5回以上は行ってる気がするんですけど、あのそのところにはめっちゃグッズとかもいっぱい置いてたりとかしてて、でそこに置いてるような作品もあったんだけども、なんかサイズが全然違うくて、なんか、まあ、太陽の塔とかでも実物は吹田市にあるんで、そのね、そういう美術館とかでは置ききれないけど、そのいろんな作品がこうギュッて小さくなってアトリエとかに置かれてるんですけど、その実際のサイズのものが東京都美術館に置いてたりとかして、本当にねすごかった。なんかもう
作品がもうめっちゃあって、大きい作品が、でそれなんか見て、その内容とかも書いてたりするんですけど、タイトルとかそれを見ても、その作品をじっくり見て、これはどういう風に書かれたものなのかって想像するのとか、それをゆずちゃんと共有してなんか絵を見るのがすっごい楽しかった。なんかめちゃめちゃ細かい絵のタッチのものがあったりとか、すっごいもうブワーって描かれたようなのがあったりとか、なんかいろんなのがあって、でも色使いはやっぱり赤とか緑とか白とか黄色、原色系をよく使ってらっしゃったんですけど、たまにね、あ、こういう色も使うんだみたいな作品とかもあって、なんかね、すごい初めて見る作品もいっぱいあって、あの最高に良かったです。はい、とても楽しかったでございます。吉橋ちゃんも岡本太郎先生好きなの？そう、好きらしいです。テレビ台のとこに太陽の塔飾ってるらしい一緒にグッズ買いに行った時のやつも飾ってくれてるみたいで、私もあのコレクションボックスには入ってるんですけど、今日もねグッズがあったら欲しいなと思ったけどなかった。本しかなくて、本しかって言ったらちょっと言い方悪いけど、なんかそう本が売ってて、っていうかメンバーで岡本太郎さんが好きな作品が好きっていう人いないと思ってたし、すごいびっくりしたんですけど、一緒にこういう風にね行けてすごい嬉しかったです。川崎市の美術館は行ったことある？ないんですよ。でもゆずっちはあるらしくて、なんかすごいいいですよみたいな言ってたから、私も今度行きます。いつかわかんないけど、いつか必ず行きたいと思います。遠そうだけど、まあ行けるでしょう。ゆずっちとどんなお話するの？でも美術館にいる間は本当に岡本太郎さんのお話ばっかり、作品についてとか、あと太陽の塔を実際に見たことがないらしくて、で、あの太陽の塔は本当にすごいじゃないですか、生で見たら。だからぜひあの実際実物見た方がいいっていう話とか、あの太陽の塔の中一緒に入ろうって言って、また大阪に行く機会がね一緒にあれば、そう一緒に行きたいなって思っています。太陽の塔はマジででかいですよね。一周このズーンってとこの下一周するのめっちゃ時間かかるもんね。でまあ美術館終わりは一緒にご飯を食べました。パスタを食べたんですけれども、なんかまあ結構私たち仲いいんで、あの結構真面目な話とかもしつつ、でもそのドラさんのメンバーだから、そうドラフト3期はどういう
なんか誰と仲いいのとかそういう感じで、ゆずちゃんそう結構アウトドア派っていうか、いろんな多趣味だし、いろんなねところに行くから、そういう楽しいお話も聞きつつ、そうっていう感じでね。そうなの、でも今日はなんかもう時間なくてね、あんまり私が予定あって、でちょっとしか行けなかったんだけども、あの今度はもっとゆっくり行きたいと思います。というかゆずっちと太郎さんの、岡本太郎さんの作品見に行くぐらいしか遊びに行ったことがないので、普通にご飯だけとかでも行きたいなって思っていますね。ゆずっちって呼んでるの、ゆずっちって呼んだりゆずちゃんって呼んだり、でも実際に会ったらゆずちゃんの方が多いかも。向こうはセリちゃんって呼んでくれるので、ゆずちゃんセリちゃんで、ゆずセリ、意気投合してますね。そうなの、今日も服似てて、あの色は全然違うかったんですけど、リボンのブラウスにコート、ロングコート2人とも羽織っててめっちゃ似てた。私はあの黒めの暗めのトーンの服だったけど、ゆずっちはめっちゃ緑のコート着てて、めっちゃ先にね到着してたんだけど、すぐ分かった、あめっちゃ緑と思ってあの緑すごい緑だったのめっちゃあれを着こなしてるゆずちゃんすごいなって思った。緑に関しては触れなかったんだけども、そう服装似てるっていうか形が似てたから、そう気が合うねっていう、いやでも緑いいなと思いましたよ。めっちゃ可愛かった。緑は難しい、そうね緑って結構難しい、でも意外とね何でも合うんですよね、合わせようと思えば何でも合うけど、勇気が、でも私が緑着てたらみんなに爆笑されそうだから、ちょっと今まで私緑緑って言いすぎて、ちょっと緑着てたら笑われそうだから、自分では買わないわ。そう、まあパステルグリーンみたいな衣装とかでもあったりしたんで、そういうのはまあ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 着れるのかなみたいな感じですけど、
でも私のクローゼットにはまだ緑は入らないですね。勇気が出ない。もう黒かピンクか、まあ、最近ネイビーも増えたんですけど、ネイビーか、意外とネイビーが多いかも。買うのトレーナーもネイビー買ったし、ワンピースもネイビーあるし、コートもネイビーっぽい色だし、バッグもネイビーなんですよ。めっちゃネイビー、エイトの色ですね。エイトって青っぽいけど本当はネイビーなんだよ多分。深い青色。帽子は黒が多いかも。あ、紺色？紺色ってどんな色？この背景の色。あ、このショールームの背景の色、エイトの色じゃない？私たちと同じ背景。クリスマスですよね、背景。フランス代表のユニフォーム見てエイトって思った確かにそんな色だったね。そういえばいろんな国のユニフォームめっちゃ可愛い。国がちゃんと分かる色っていうか、ちゃんとこうマークがついてたりして可愛いよね。サッカーを見に世界に行きたいな。フランスでサッカーやるとき見に行きたいかもいつか10年以内に。ブラジル代表の家に見て黄色が好きになった。あー確かにめっちゃいい色あれ。フランス大会の時は1998年だから生まれてないね。そうそうなんや。私は2001年生まれなので生まれてないね。まず J リーグから。それな、まずいきなり世界はちょっとあれなんで、まずは日本である試合を見て、ちゃんとルール知ってでも大体見てたらまあわかるだろうけど、詳しいルールもちゃんと知って世界に行きたいねガンバ大阪の献血の啓発活動、ガンバ大阪のねあれ行かせていただいた時にちょっと見たんですけど、でも生で見ると確かにね、こう確かにっていうかめっちゃすごかった、盛り上がりが。なんかこれがまたそのワールドカップだったらもっと違うだろうし、なんかすごいなって思って。ただ私ボール恐怖症なんで、サッカーボール飛んでくるのはマジでやめてほしい。怖い。めっちゃ飛んでくるじゃない多分
あれめっちゃ怖い。そんな隕石で見れるんかって話なんですけれども、いやボール当たったら痛いからね、怖すぎる。テレビで見てるだけでもあのあれだからね、うわー怖そうって思うもん。感染してて危ないのは、あ野球の方が危ない、野球の方が、あ確かに飛んでくるか、怖い。ボールは友達だよ。違います、私は友達じゃない、ボールとはまだ知り合ってない。敵でもないし友達でもないし、もう赤の他人すぎる。ボールもうこんな感じ、キャーって感じなんで。セリカボール見知りだもんな。そうボール見知りすぎて、もうでも卓球のピンポン玉はいける。でもあれもちょっと怖い、なんならスマッシュとかされたら怖い。でも見るのは好き、ボール見るのは好き。ちなみに、ちなみにね、バッティングセンター怖くないの？バッティングセンター私行ったことあるんですけど、死ぬほど怖かった。あれほど怖いものないよね。怖い。で見るのは好き、もちろん。明日からスラムダンクも始まるのに、なんか映画ありますよね、予告で見たな前に。あっていうか話変わりますけど、MJ 麻雀の YouTube 新しいの公開されてます。 Twitter に YouTube の URL 載ってますし、また載せるのでそちらからクリックしていただいて、チャンネル登録してもらってで見てください。全部で4本ぐらい動画出ると思うんですけど、もう1本目のやつはもう
50分ぐらいの動画なんですけど、それはもう公開されてて、でもう一個のやつは人狼編って言って、そうなんかそう人狼ゲームみたいなのしてるんで、それ多分20分ぐらいかな、15分かあれば見れるので見てください、お願いします。アプリのアイコンがセリちゃんになった、それな、アイコンに私いるのがやばすぎる、誰か分からんけどねでも私だからね一応。そう、そう、あとあれだね、なんだっけ、麻雀、私最近毎日 MJ やってるんですけど、また時間合わせてファンの方とも対戦できたらなと思っているのでよろしくお願いします。あとはね、今なんかそのポイント貯めれば貯めるほどメンバーのねカードがもらえるんですけど、私のカードもらえるターンは12月、来週ぐらいかな、来週か再来週ぐらいにはもらえるようになると思うので、予選 B の時、今予選 A やってるんですけど、予選 B の時に多分私のカードももらえるようになるので、たくさんプレイして負けてもポイントもらえるので、とにかくたくさん対局していただいて、あのカードをゲットしてください。っていうかさ、カードっていうかなんかゲットしたら声もゲームで使われる声も私の声になるし、あのアバターっていうか自分のところも私のカード貼れるしみたいな、そういろいろあるのでぜひ。でなんか本当に麻雀わかんないって方はその MJ のアプリの中にトレーニングみたいなボタンがあって、そこでなんか役とかその待ち牌はどれかみたいな、その麻雀を鍛えるのができるんで、なんて言ったらいいの、初心者の方でも遊べるこのゲームはマジで。そう、トレーニングってとこでね、麻雀の基礎をクイズで学ぶ入門編、点数計算、待ち早当てとかいろいろあるので、練習したい方はここからできますしって感じかな。最近 MJ 勝ててる、まあ勝てますけどね、でもみんな強いんで、でもゲームによるかも、ひたすら負ける時もあるし、ひたすら勝つ時がある。やっぱゲームでもベタ折りした方がいいですか。あ、で私ゲームではあんま折りないかも実際のやつはマジで怖くて折りますけど、テンパってない時はベタ折りしますけど、ゲームだともう本当になんかいつも挑戦できないような役にも挑戦しやすいし、練習としてもどんどん振り込むかな、自分のやりたいのをやるかも、ゲームだったら。
1プレイ何分なのでしょう。私はトン風船トンナンシャーペーってあって10分15分ぐらいで終わるかな。親が続いたら結構長くなるんですけど、1回ずつとかだったらまあ10分ぐらいで終わるかな。ゲームだと自分の好きな役に走りがち。わかる。私もゲームだと実際にやるときは19自敗からめっちゃ捨てるのに、ゲームだと自敗残しがちにしちゃう。私結構楽しい、なんかなんかでも実際にやるときはあんま自敗来ないっていうか、そんなうまいこと回ってこないけど、ゲームだとなんか空気読んでくれてるのか回ってくるときがあるんですよね。結構自敗とか欲しいのが、まあ日によるけど、そうだからね、楽しいよね。あと缶とかも普段全然しないのにゲームだとめっちゃしちゃう。言ってくるやん、感しますかみたいな。ああやってみようかなと思ってやっちゃう。ゲームだと じゃあそろそろランキング読もうかな。っていうか最近また、まあ、冬寒くなってきたじゃないですか。だからあのバッカスみたいなチョコレートが出ててね、美味しいんですよ。バッカス。ラミーっていうのが一番好きなんだけど、味的には。最近紅茶味とか出ててめちゃくちゃ美味しいです。アルコール 2.6% ぐらいは入ってるんですけど、そう美味しいです。酔わないそんな。でも。まあ、私その免許すら持ってないから運転する時とかはあまり控えた方がいいんですけど、あのそう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 、普通に美味しいんで食べちゃいますね。お酒はもうそんな飲まないけど、お酒飲んだら眠くなることが分かった。多分だけど疲れる気がする、わかんないけど。私がお酒飲む頻度は半年に1回ぐらいかな。3ヶ月に1回か。二十歳になったら結構飲むのかなって思ってたけど、あんま飲まなかった。飲まなかったっていうか、そこまでなんか
水でいいかなみたいな感じになるんだよね。やはり飲むならでもレモンサワーですね。あ、今日も MJ しますけども、まあ今日も多分23時ぐらいかな。いつもお風呂上がりにね結構 MJ するんですけど、そうで、まあやるとしても23時ぴったりと23時20分と23時40分とか20分40分みたいな感じでやるかな。どの時間でもそれでやってみようかな。今日はちょっとでもしずく覚えないとなんで、明日のあの卒中戦しちゃったらちょっとできないかもだけど、まあ今日はそんな決めずにというかゆるくしたいと思います。はい、まあでもなんやかんやねやりそうだな。ハマるとずっとやっちゃうから。ちなみに明日2公演なんですけど、来る人明日上島どっちが多いかな。見た感じどっちでも良さそうだったけど、あ、昼に行ってきて、昼行くよ、当たりませんでした。はーい、昼入ります。上手キャンバチ夜行きます。おー、シンポジじゃない、全然。でも自分のポジションでもない。私しずくは3ポジションやったことあるんですけど、2番目に多くやってるポジションかな。どこが見やすいかな、明日私推しの人が座るんだったら。でもえー、真ん中あたりか上下かな全部やって言われそう。どこでもいいかな。でも柱で隠れるとこはちょっともしかしたら見にくいかもしれないね。多分それはそう。髪型どうしよう。もうマジでレパートリーがねじりハーフツインかハーフアップかハーフアップ、え、ハーフアップかハーフアップって言ってま、ハーフアップかハーフツインかねじりハーフツイン、ハーフ系ばっかり自分ではできないっていうか下手なんで結ぶのが、だからいつもは下ろしてるんだけども、見て髪がこんなに伸びました。じゃーん。でも短い毛もある。ストレートはしないね、この毛の感じで。ちょっと見た目悪いんでしないけど、ああ編み込み、
編み込みもたまにするか、そう考えた。ポニーテールが一番楽なんだけどな。髪伸びたねって言われるけど、やっぱねこれではちょっとポニーできないんだよな。やっぱりみんなが思ってるポニーじゃないから、もうちょっとって感じ。そうなんですよね。いつになったらポニーテールできるか予想しよう。私はまあ結構髪伸びるの早い方なんで、まあ今はね、今こんな感じ。ちなみにでもここの毛がめっちゃ短いので、まずここが、今でこうでしょ、ボサボサこんな感じで、で私がみんなが思ってるのってここの辺のやつや。マジでテールみたいな。そうでも、春、今12月で、私の誕生日が3月27なんですけど、そのぐらいにはこんぐらい伸びたいな。1ヶ月1センチぐらいだとして、12、1、2、3、こんぐらいか。でもあとこんぐらい、あ、いけんじゃない。今外話してるんだけど、あとこんぐらい3月ぐらいなら伸びるんで、あ、そう、3からいきなり大きくなった。あれ12、1、2、3、これね、ほらむすまあまあまあいけるっしょか、まあ夏ぐらいかな。夏、春、夏、6、7月、8月にはもうポニーテールしたいね。っていうか生写真とか発売されてますけど、あ、今日から福袋予約始まってます。ぜひ、そう、生写真の写真とか見ても、髪が短くて、その撮影当時、しかもまあちょっと巻いてるっていうのもあるんですけど、めっちゃね、あの、髪もめっちゃ明るいし短いんですよね。そう、だから早く伸ばしたいなって思ってます。まあもう私は髪をもうこれ以上切ることはないと思うので、今発売されてるのとか髪が短い生写真はまあ結構レアになると思いますので、皆さんぜひゲットしてみてください。よろしくお願いします。福袋1万2000円なんだよってきて、すげえ
くびちゃん、ネイルかわいい、ありがとうございます。かわいいんです。でも人差し指にもマグネット追加すればよかったと思ってるんですよね。じゃーん、かわいい爪。っていうかネイルの人と仲良くなって同い年だったの、ネイルやってくれる人と。で私が普通に調べて行ったとこなんですけど、こうやってて話してて同い年で、しかも関西出身の人でめっちゃ話しやすくてめっちゃ仲良くなっちゃった。なんかネットフリでおすすめのドラマとか教えてもらったあとは私は YouTube の話と YouTuber とか誰々見てますとかもうマジで、そう私はまあワンピース好きなんで、ワンピースとかワンピースの話でも結構持つじゃないですか。ワンピースってちょっと見てる人でもどこまで見たとかさ、今ここまで見てるんですけどその先が長くて見れてないんですよねとか、そういう話とかさできるじゃないですか。で結構あれなんてね、そうそう、最近どんな YouTube でもあんま前とあんま変わってないけど、あ、中町兄弟見てますね。中町あやちゃんが可愛くてよく見るんですけど、一番見てるわ。でもあとそうね、まあそんな、あとトーアっていう中町あやちゃんと仲良しのトーアちゃん見てます。あとはじめ社長とかも定番って感じですけど見てますね。あやちゃんととわちゃんのコラボ面白いよね。そうめっちゃ面白い、爆笑。しかも年が近いんですよね。近いっていうか同い年だから面白い。なんかなんか YouTuber の人によってなんかファン層が違うっていうか、だから私ぐらいの年齢の人は中町あやちゃんとか結構知ってると思いますね。ファンの皆さんは誰を知ってるのかな。でもあんまYouTuber の人もたくさんいるからちょっともう見切れないんですけど、なこなこカップル見てる。あーわかる、なごみちゃんがマジで可愛い。私もたまに見てます。マジで可愛い。大食い YouTube、 あーわかる、サムネに惹かれて私もめっちゃ大食いのやつ見ちゃう。漫画の考察動画とゲームの実況動画見、あゲーム実況、ゲーム実況人気そう。確かに釣り YouTube、 あー釣りすごい、釣りを見たことないかも。どうやって YouTuber 知るの、きっかけ。メンバーが見てたりとかおすすめしてくれたやつとかもあるし、普通にこう見てたらその関連でおすすめに出てきたりとか、あとその見てる YouTuber の人がコラボしてたらそのコラボしてる人のチャンネルに飛んでまた見たりとかして、結構ねあれだね、
そう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 、見るかな。でどんどん知っていくって感じ。魚さばくまでセット、あ、見たことあるかも。魚さばいてるチャンネル知ってる。メンバーの YouTube チャンネルはもう登録してるので、まあ流れてきて見るんですけど、最近誰の見たかな。でもナルタオチャンネルは見てるし、なぎなぎチューブも、なぎなぎチューブたまに更新されるよね。たまにだから見ますであとは千織さんのチャンネルとか、最近七瀬のとかはまあ見るかな。あとそうね、誰、あ、さやりんとかも登録してる。あと夢見るだっけ、もうだしって感じかな。みんな大好き切り抜きじゃないの。あ、切り抜きもよく見るけど、切り抜きはでも TikTok でよく見るかな。TikTok ですね。TikTok は私は結構ルーティーン的な、モーニングルーティーンとか、なんかお買い物、あ、Vlog っていうの？ルーティーンってか Vlog系がよく流れてくる。かわいい暮らし方してる人のTikTok よく流れてくる。あとはもうメンバーのやつかな、フォローしてるから。そんじゃあね、ランキング読みますけども、ランキング読むって言っても10分以上経った。13位、テツアと台湾。髪伸びたけどもっと伸ばすの頑張ってね、さん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、コタローンアットセリちゃんと早くおしゃべりしたいです、さん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、ヨッシーアットしずく当たったブラボーさん、ありがとうございます。ブラボー。10位、シンゴアットセリちゃんのほっぺ美味しそうさん、ありがとうございます。美味しいですよ。9位、ケイチロアットセリちゃんどんじゃら作ろうよさん、ありがとうございます。マカロンちゃんのどんじゃら作ろうかな今度。8位、幻アットネイルかわいいですねさん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、タクアット明日の公演楽しみさん、ありがとうございます。それだ。6位、数音声アット今日のお昼に食べたパスタは美味しかったですか。美味しかったです。そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、
ウィングキット香港アットせいちゃん、まつげめっちゃ上がってますね。さん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、ひのちゃんの中心アット、せいちゃん今日のリップ何塗ってるの？これ塗ってます。そうなんだ。さん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、まさのぶアット、せいちゃん今日の前髪何点？60点。そうなんだ。さん、ありがとうございます。書いてないけど。2位、けんけんアット、せいちゃんのプライベートメール楽しみに待ってるよ。さん、ありがとうございます。書いてないけど。そして1位は中心アット、明日の公演は楽しんでね、カリカリ梅が美味しい。さん、ありがとうございます。イエーイ、明日の公演頑張ります。ありがとうございますランキングについて突っ込んでるコメントおもろ。タン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 、明日来れない人はオンデマンドでって感じでよろしくお願いします。痛っ、かゆっ。そういえばもう12月だからマカロンちゃんグッズそろそろ届くのかなってきて。そうです、12月はマカロンちゃんグッズのお届け付きです。でもまだだと思います。12月、届くのは12月2週目3週目4週目ぐらいじゃないかな、多分来週以降な気がする。来週再来週くらい。あ、12月8から配送だって。だから地域によってじゃない。なので届いた瞬間使ってください。よろしくお願いします。ワクワクですね。私も楽しみです。皆さんが使ってくださることを祈って。もうすごくたまに想像しますもん。だってあれ、公演中にあのペンライトがマカロンちゃんになるのかなとか想像したらにやけます展示会のお洋服届いた？届いてませんマジでいつ届くんですかいや、もうもしかしたら何着頼んだっけ。でも3着ぐらいなんですけど、頼んだのはその発売日っていうかがバラバラで、なんか物によっては遅かったのもあるのかなって思って、その時期まとめて送るためにあれなのかなって。まあもし本当に今年終わっても年明けても届かなかった場合、もう大丈夫、もう多分もうすぐだと思うんだけどな住所は多分間違えてないと思うしな。そう、お金まだ払ってないです。届いたら払うらしい。多分ね。じゃん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 。お話し会までにな、届くといいんですけどね。でも可愛い服一個前買ったんで、それ着ます。一旦
お話し会の来週日曜の抽選、このあと21時からだって。そうなんだ。っていうか、やっと12月になったね。私すごく11月長かったので、12月になってすごく嬉しい。なんかすごい11月は体調があんま良くなかったっていうのもあって、一時期ね。そうだからマジで、でも12月になった瞬間心が晴れやかになった。ファッ12月だってなった昨日。そうなんですよ。確かに寒いね。寒いけど冬はね、私ね、季節の中でも夏よりは冬が好きなんですね。くの字があるとしたら夏冬って感じだね。冬の方が大きいんですよ、好きなのが。なのでそうですね、冬は楽しみですね。春はもっと好き、桜の時期だから。カリカリ梅はもうおしまいかなって言ってる。それだ、カリカリ梅明日買っていくか迷うけど、明日2公演だからカリカリ梅買っちゃうかもしれない。私自分の生まれた季節が好きな人多いかも。確かに私は春好きなのは誕生日があるからっていうのもあります。はい。あ、花粉症の人は春嫌だかもね。それは確かにそうだわ。私はまだそれを体験したことがないのでまだ好きなんですけど、私も花粉症になった時は最悪かも。引きこもるかもしれない。もっとさ、なんか潔癖っていうかなりそう。服にいっぱいついてるんじゃないかと思ってめちゃくちゃケアしそう。今そんな、まあ潔癖じゃないですけど、綺麗好きみたいな、潔癖とは言えないんですけど、そうそう、だから今年から秋花粉デビューしました。嫌だなそのデビュー、嫌だわ花粉に。デビューって普通おめでとうっていうやつやんか。嫌やな。そうよね、寒い鍋食べたい、わかる。お鍋食べたいよね。温野菜しゃぶしゃぶ行きたいかも。一回しか行ったことないけど誰と行ったっけね。いくみと萌えりと行ったかも。あ、温野菜は2回は行ったことあるかな。
美味しいよね。じゃん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 じゃじゃんじゃじゃん。そのメンバーならかなり前じゃない？そう、かなり前。マジで5年前ぐらい。そうなんです。じゃあですね、長々とお話ししたということで、そろそろ終わりたいと思います。明日は公演頑張ります。皆さんも寒いのであったかくしてゆっくり休んでください。ありがとうございました。バイバーイ。